いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. フランスにワインがあるように、日本には日本酒がございます。さあ、お酒をね、健康を害さないためにも皆さんちゃんと気をつけて飲まなきゃいけないんですけれども、文化的にもちょっと紹介したいので、私今日は酒テイスティング2013に来てまいります。果たしてどんな日本のお酒があるのか、皆さんに日本の美味しいお酒の文化や歴史を紹介したいと思います。行きましょう。私もね、まさかね、このパリでこの日本酒の酒フェアを体験できると思ってなかったんですけれども、でもこれはね、難しいよね。大吟醸、吟醸、何パーセントを使ってこの作るかでお酒の名前が変わってきます。いきましょうか。松竹梅ってね、日本でもすごくポピュレールなお酒なんですけれども、で、あのうち実は米国、アメリカの方でも酒を製造しておりまして、日本酒、外国でも作れるんですね。驚きです。すごいもうね、香りがすごくいいです。すっきりしてますね、すごく。非常にフルーティーな香りが、はい、してると思います。フランス料理にこう日本酒を合わせるっていう魅力は何でしょう？ワインが酸味があるんで、日本酒が逆にあのもうちょっと丸くて、あの野菜とかエビ、海のものとか魚とかとても合うと思いますね。また日本酒を味わったことのないフランス人にこう日本酒をどのように紹介しますか？いや、これあの勘違いしてますね、みんな。あの日本の日本酒ですね。あのよく、中国の店で、違うもの出すんですね。それやっぱこっちの人がそういうイメージをしてますね。強いお酒と思ってるんですよ。でも本当の日本の日本酒はあのワインと同じ風にあの食べ物と一緒に飲んで、そんなにあの強いものじゃないんですね。やっぱりこの日本酒飲みたいと思ったらどこに行けば飲めますか？そうですね、まあ、まずうちの店であの空と酒場なんですけど、でもちょっとずつあのまあ、ちゃんとしてる和食屋さんとか、あと最近のちゃんとしてるもうフレンチとかだんだん増えてるんですよ。これから多分あのブレイクすると思います。あ、美味しい。びっくりでしょ。これ本当にね、フルーツジュースみたい。そうでしょう。でもアルコールはしっかり15度。ブルーチーズに合わせるとか、フォアグラに合わせていただくとか、そういう寄付ワインのようだ。従来の日本酒のイメージを覆す非常に綺麗なピンク色をしたお酒でして、これ日本酒なんですね。生貯蔵酒ですね。ただ色とは違ってちゃんと、口当たりは辛口ですし、ミディアムボディで、お色が綺麗ですね。あ、すっきりしてます。このスパークリングにするということは普通の日本酒と作り方は違うということですか？そうですね、若干まあ、発酵するときにガスが出るんですけども、そのガスをそのまま閉じ込めるというです、ね、なんで、まあ、要冷蔵というすごくこう新鮮というか、はいはい、フレッシュ感が。こちらにはお酒のね、こういうね、こう素敵ですね。これ壊れてるんじゃないんですよ、こういう飲み物なんですね。そしてカンフェランスも行われております。地下にもですね、たくさんのお酒が並んでおります。こんなにね、日本酒の種類がいっぱいあるなんていう、私もフランスに来て初めて知りました。さあ皆さん、本当にね、たくさんの日本酒をいろいろ味わって楽しんでもらいたいと思います。こうしてね、あの日本酒がポピュレーになるのは本当に嬉しいことだと思います。さあ皆さん、いかがでしたでしょうか？日本酒の魅力は伝わりましたか？でもね、実際に皆さんにもちゃんと味わってみてもらいたいです。日本もね、ワインのように美味しい日本酒の歴史がたくさんありますから、皆さんぜひデコブリアしてください。ふぶね。